さあ始まりました、こんばんは。 TS は本当に渋いのか。はい、ということで現在来ている TS 第4弾がまあ渋い渋いと言われてね、ある界隈で話題になっています。でさらにちょっとね、僕自身 YouTube をやっているということで、いろんな実況者さんのね、YouTube を見させてもらったんですけど、まあ渋い渋い言うてはります。本当にで僕自身はこのガチャを見た時に別に渋いとは思いません。むしろ面白いメンツ、特にね今回はロッテの選手だったりコーチ、さらには監督が出ているので、まあ個人的なね感覚もあるんですけど、渋いというよりは逆に、おお、そういうメンツできたかと、面白いメンツできたなっていうね、そういう感覚だったんですけど、あまりにもね渋い渋いって言われて、ランキングもね現在結構緩い状況にあるので、本当に渋いのかっていうところを確認していきたいと思います。まず TS 第4弾が渋いと言われている、その原因1つ目は、第4弾なのに60連確定がない。これがまず1つ大きな原因です。基本的に偶数なんていうのは、だいたい30連目で S ランク1人が確定、さらには60連目で自チーム S ランクが確定というシステムになっています。しかし今回は購入3回目 S ランク TS 選手1人確定、60連目の自チーム確定はありませんでした。このガチャシステムの中で TS 奇数弾と同様に強い選手があまり登場しなかったことも含めて、リアタイ勢からは不満が出ていると言われています。ということで昨年からの偶数弾で出た選手を見ていきましょう。これらの選手はあくまで60連自チームで獲得できるので、それだったら強いかなという選手たちです。まずは2023年 TS 第2弾に登場した松永選手、招待ピン時に大きなスラブ、ツーシームを持っていて今でも強力な投手です。その他には長川選手、西フォークを持っていてリアタイでは強いピッチャーとされています。この他の選手は主に純正におすすめとされていました。そして TS 第4弾の目玉は池山選手、守備のいい弾道アーティストとして人気の選手です。さらには守備力最強の田口選手、守備適正オール A で裏捨ても最強、コアなファンに人気の選手です。そして TS 第6弾 TS 第6弾は購入2回目で S ランク選手1人確定、購入4回目で S ランクジジム選手1人確定ということで、12球団で必須の選手は登場せず、あくまで純正向けの選手が多い選出でした。これらを見てわかるように TS 偶数弾は全体を見て通しても必須級の選手は少なく、あくまで純正向けの選手が多いかなという印象です。しかし今年の TS 第2弾は西スプリットで変化球の多彩な金子千尋選手、ツーシーム B のタイピン持ち大谷智久選手、称号でパワーエースカノンの中村拓也選手、新たな最強中継ぎとなる高津慎吾選手、待望の横浜版登場となったライドラ梶谷選手などなど、今年の TS 第2弾偶数弾は非常に豪華なラインナップとなっています。それを踏まえて TS 第4弾ミパ AA の弾道アーティスト小久保選手、落ちる系2種で打者を翻弄する浅尾選手などなど、選手だけ見れば通常の偶数弾と同じ程度の選出です。この選出を見て昨年の傾向を紹介した通り、1年を通して見ても偶数弾は数人しか12球団で活躍できる選手は登場しません。今回の偶数弾 TS 第4弾のラインナップを見ても、偶数弾の選手レベルとしてはあくまで妥当です。ではなぜガチャシステムが通常とは違うのか、もちろんそれはコナミにしか知り得ることができません。ただ今年は例年とは違い、イチローセレクションという TS とは別の強力なスペシャルガチャが登場しています。この分を考えると強力な選手を獲得する機会はむしろ増えたと言ってもいいでしょう。さらに今後のガチャスケジュール、 TS 第5弾第6弾8月のスペシャルリアリティがあるかどうか、それすらも分かっていないため、 TS 第4弾の自チーム確定がなかっただけで渋い渋いと決めつけてしまうのは理にかなってはいません。さらに今回の原因として挙げられたコナミはリアタイ勢の欲しがる選手をガチャで排出していない、 TS 第4弾の中にリアタイ勢が欲しがる選手がいない、これが大きな原因となっていますが、あくまでリアタイ勢というのは毎回のガチャを引くことはできません。ネフタリソトや池山選手が登場した TS 第3弾、村上選手や佐々木朗希選手が登場したセレクション、サンタナ選手や牧選手が登場したエキサイティング、これらのガチャを一度でも引いていれば TS 第4弾を引くことは難しくなっています。 TS 第4弾にいい選手が来ないからエナジーが溜まるばかり、その意見もわかりますが、だからといって渋いイコール悪いわけではないです。例えばロッテ純正、もしここでクーラー選手が登場、さらには8月のスペシャルガチャで
ロッテ版ソト選手が登場。となると無課金はもちろん、セレクション形式であれば美課金も、クーラー選手ソト選手の両方を獲得するのはなかなか難しいです。ガチャを引くというものはあくまで自分のオーダー、自分のプレイスタイルに合った選手を獲得することであり、毎回のガチャでリアタイ強い選手を獲得できるのはもはやリアタイ勢ではありません。1年前や2年前の選手名鑑を見てみればわかります。例えば2023年シリーズ1、 TS1 段2段5段6段は引いていますが、エキサイティングや3段4段セレクションはスルーしています。これらのようにリアタイをメインにしている人でも全てのガチャを引くことは不可能です。ではリアタイを主にプレイしていて全てのガチャを引けるのは誰でしょう。そう、実況者です。あくまで TS 第4弾は実況者にとって渋いのであり、リアタイ勢、リーグ勢にとっては何も渋いガチャではありません。ただ偶数弾というのは例年通りの選出基準であり、イチローセレクションや今後行われる可能性がある例年とは違ったラインナップのガチャになることがあり、ガチャシステムが多少変更されたからといってそこまで大きな影響はありません。この話をまとめると、 TS 第4弾の選手選出基準はあくまで例年通りのものであり、2024シリーズ1の TS 第2弾が例外的に強い選手がたくさん出たため多少の期待感があったことは確実です。さらに今年はイチローセレクションが来ていることもあり、例年とは違ったガチャスケジュール、それらの影響で TS 第4弾のガチャシステムが変わった可能性もあります。さらにリアタイ勢が欲しくなるような選手をガチャに入れろ、もちろんその意見もわかりますが、リアタイ勢、リーグ勢、エンジョイ勢、コレクション勢、これらが何人ずついるのかというのはあくまでユーザー側の想像でしかありません。例えば 70% はただただログインしてイベントを終わらせながら、リアタイはたまにある程度 YouTube すらも見ていない層かもしれません。リーグ勢、リアタイ勢が何%いるのかも想像はつきません。あくまで個人の希望を述べるのは自由ですが、自分の希望通りにならないからといってゲーム自体のイメージダウンを行うのは誰も得をしません。目の前の一つだけではなく、それらの背景にあることも含めた新しい見方をできると、いつもとは違う考え方も生まれると思います。最後にイベントの解約、リアタイの不具合、選手査定の曖昧さ、これらのようにゲームにおいて批判をできるものはたくさんあります。前半戦活躍セレクションと銘打っておきながら、主に4月しか活躍していない選手を出したセレクションに文句が出るのも当然です。ただ今回に関してはただの TS です。ユーザー側が選手を決める権利はありません。また TS 偶数弾というのは例年同じようなラインナップです。別のところで溜まったフラストレーションを TS 第4弾の選出基準にぶつけるのは大きな勘違いです。